今から任務のようね。キャロル殿、司令官室から出てきたようでござるが、 31X も任務でござるか？ノー。以前撮った映画をドームへ再配信したいと相談されたのよ。おお、それは嬉しいでござるな。もちろん OK と言っておいたわ。拙者の勇姿がまた大勢の人たちに見られるのでござるな。特にケイツたちに人気で、キャプテンセラフィックの真似をしてマスクをつけたり、忍者プレイがブームらしいわ。うん、映画でファンになってくれた人には見せられない顔ね。また今度新しい映画を撮るでござるよ、拙者を主役にして。そういうのもいいわね。考えておくわ。子供たちが拙者の真似をしてくれているのでござるか。嬉しいでござるな。神崎アーデルハイド、召集に馳せ参じたでござる。あんたが最後よ。ぬるまでキズに。それは失礼したでござる。揃ったわね。それでは今回の任務を説明するわ。 31C に向かってもらうのは、イルマドーム付近にある廃棄された研究施設よ。ん？以前ワシと文吾が丸山たちと行ったあの施設か？そうよ。あの後施設は軍で管理することになったわ。何のことでキズ？あんたは気にしなくていいの。封鎖されていた出入り口は軍が開放しました。現在当該施設には貴重かつ再利用可能な資料や研究日誌が残っていることが分かっているが、軍としてはこれを確保して有効活用、もしくは厳重管理すべきと考えています。つまり私たちはその資料を回収してくればいいのね。セラフ部隊がわざわざですか？一般兵では危険があるということですね。その通り。施設内にはまだキャンサーが徘徊していて、地下には未探索フロアが残っていることが確認されています。今後のことを考え、資料の回収と同時に施設内のキャンサーを殲滅してもらいます。了解よ。準備を整え次第研究施設に向かうわよ。分かったでござる。ショップで準備を整えるでござる。ショップへ向かうでござるよ。ショップへ向かうでござるよ。ショップへ向かうでござるよ。山内様、今回の任務先はどんな場所でギス？未知の場所よ。でも何か気づいたことがあったらすぐに私に言いな。はい、でギス。見えます。桜庭殿、どうしたでござる？今回の任務ですが、強い絆の交わりがあるようです。これはなかなか楽しみでござるな。的中率は 53% ですが。ショップへ向かうでござるよ。またあそこに行くことになるとはな。テンネ殿は随分と活躍したと聞いてるでござるよ。うむ、希代の魔術師であるわしの知識が活路を開いたと言っても過言ではないな。では今回の任務も安心でござるな。
の映画再配信されるらしいぜ。許可したやつ殺す。映画ヴィーナスナイツの仲間たちにも届いとるんかな。ディレクターズカット版やったらうちの出番増えるんちゃうやろ。次は海を舞台にした映画とか面白そうね。ショップへ向かうでござるよ。いらっしゃいませ。サツキ殿、さっきまで拙者たちと司令官室にいたでござるよな。はい、いました。いつの間にここに来たでござるか。ショップ店員だからです。なるほど、ショップ店員だからでござるか。それより出発の準備はいいんですか。そうでござった、準備はもう大丈夫でござる。では先にヘリポートへ行きやがれ。サツキ殿も一緒に行かないでござるか。まだお客さんがいるので後から行きます。わかったでござる。お待たせでござる。あんたが最後よ。ぬるまでギス。え、でもサツキ殿は。私がどうかしましたか。でござる。さっきまでショップにいたのに。さつきさんは一番にここへ来ていました。拙者最短距離で来たつもりでござったが。ほら、エリに乗り込むわよ。移動しながら任務の内容の再確認よ。天ね、例の研究施設っていうのは何を研究していた施設なの。正直よくわからん。だがそのうちの一つは新しいエネルギーを生み出す研究だ。丸山が持ち帰った研究日誌にはそう書かれておった。はい、その研究日誌を詳しく調べた結果、ナンバー12と記されていたそうです。12でギフト。そう、今回はナンバー1からナンバー11の日誌の回信が優先されるわ。おお、秘密の書類、つまり密書でござるな。忍者魂がうずく言葉でござる。アーデルちゃんは相変わらずですね。せっかくですから任務の行く末がどうなるか占ってみますか。あんたの占い 53% なんでしょ。どういう結果になってもあまり嬉しくないんだけど。まあまあ山脇殿、景気づけでござるよ。では 31C をめぐる星の導きを見させていただきます。見えました。これは神崎さんが。拙者が。神崎さんが運命の人と巡り合うでしょう。恋愛占いになってるでござる。任務先はキャンサーの巣窟でござるよ。そのキャンサーの中に運命の相手がいる可能性も。せめて人であってほしいでござる。はいはい、そろそろ到着よ。気を引き締めなさい。変ね、あんたたちが前にここへ来たとき、施設内の設備を復旧させたのよね。うん、そのはずなのだが。電気が通っていないようでござるが。ガスのようなものも充満しているようです。くんくん、臭いでギスに。何の匂いでギス。また硫化水素系のガスが発生しているようだな。まったく。何かが動く気配がします。おそらくキャンサーが設備を破壊してしまったのか、電源を落としてしまったかだと思います。とりあえず電源を入れましょう。天ね、案内して。うむ、こっちだ。
中率は 53%。 いいだろう。うん。何のそのです。当たるも八卦、当たらぬも八卦。うむ。ここが電気室だ。コンソールが壊されているわね。この引っ掛け跡はキャンサーと見て間違いなさそうよ。では探索は不可能ですか。この程度、私が直せるわよ。非常電源、エコロジーモードで起動します。空調システム起動。さすが山内様でぎぃ。世界を滅ぼすマッドサイエンティストの手にかかれば、この程度の敗戦。施設内に空気汚染を確認。セキュリティシステム起動。隔離用防護壁作動。レーザー探知システム作動。私のせいじゃないわよ。この展開知っておる。硫化水素ガスのせいで仮想へ行けなくなった。その時はどうしたんですか。うむ、小笠原が換気システムのスイッチを押すのに失敗し、わしが硫化水素を無効化させる薬品を調合したのだが。なら、また薬品を作るでござるよ。そんな都合よく材料を持ってきておらぬわ。お前はここに来たことがあるんでぎすよね。どうして準備しておかなかったでぎす。君が管理してると言っておったから安心しておったわ。仕方ない、また材料を集めるか。換気システムのスイッチを入れればいいのでござろう。そこまで行ってみるでござる。うむ。あそこにあるのが換気システムのスイッチだ。この匂い、硫化水素ガスが溜まっていますね。施設の構造上、そうなりやすいのかもしれぬ。要は吸わなければいいんでござろう。吸い込む前に突っ切ってしまえば問題ないでござる。できるの、そんなこと。あのスイッチまでなら息を止めて走り抜けられる距離でござる。待て、嫌な予感しか出ぬ。換気システムが正常に働いているようです。施設内の空気の正常化を確認。隔離用防護壁を解除します。あのスイッチまでなら息を止めて走り抜けられる距離です。いろいろと思うところがあるんでしょう。そっとしておいてあげなさい。西は地下にあるそうです。皆さん気をつけて進みましょう。あ、ディッキー。そうね。さあ、ミッションを探すでござるよ。アーデルちゃん、あまり大きな声を出すとキャンサーが言ってきますよ。ふーん。テンデ殿、道はこっちで合ってるでござるか。わしらは知らん通路だな。他にも道があったのか。ならこっちを中心に調べましょう。手つかずのところの方が発見も多いでしょう。ござるな。
求日誌はこれですね。これね、日誌を見つけたわよ。はい、デスキス。あれは何でギス？赤い光の線が浮いているでギス。レーザー感知システムも復活しておったか。どういったものですか？あれに触れると音が鳴ってキャンサーが寄ってきてしまう。だが安心するがいい。すでにこの警備システムは克服しておる。今のわしなら帽子をかぶったままでも克服できてない。帽子当たってる。キャンサーが来ます。では15%の壁を覆えてるのか。あの奥のスイッチでござるな。ポチってござる。85% あるならいいだろ。この帽子はわしが魔術師たる誇りなのだぞ。ただいまでござ。テンテ殿、どうしたでござるか。いろいろと思うところがあるのでしょう。そっとしておいてあげてください。あったぞ、研究日誌だ。研究日誌もいくつかは見つけたことだし、今日のところはこの辺で帰還するわよ。これはアーベルちゃん、どうしましたか。サツキ殿、ここを見てほしいでござる。これは足跡のように見えますが、だとすると随分と小さいですね。ヤマキ様、ご覧あれでき。足跡が残るでき。まるで雪みたいに。こら、ブンゴ、はしゃぐな。ほこりが舞うだろう。ああ、もう、ほら、部屋を出るよ。目もかゆいでギス。どう見るでござる。ブンちゃんと同じくらいのサイズですが、靴底の形が違います。山脇殿、もう少し探索しないでござるか。これを見るでござる。足跡？でも何かを落とした時の跡のようにも見えるわね。思い過ごしてあればいいのでござるが、そうでなかった場合は大変なことになるでござる。わかったわ。時間いっぱいまで探しましょう。新しい足跡はなさそうでござるな。まだ難
崩するでぎ。お茶の準備を頼むぞ。もう少しだけ探索してみるでござるよ。本当にもう少しだけだからね。そろそろ帰還するわよ。これ以上は私たちも危険になる。しかし、これだけ探して見つからないんだから、闇雲に探索しても意味がないわ。司令官に報告して方針を練りましょう。わかったでござる。私は司令官に報告してくるわ。みんなは解散。文吾、行くよ。はい、リキ。丸山のところにでも行くとするか。それでは私はショップに戻ります。神崎さん、なんでござるか。あの足跡のことを占ってみましたが、限りはありませんでした。大事ないと星は示しています。的中率は 53% ですが。ありがとうでござる。もっとも足跡のように見えただけで、もしかしたら違うかもしれないでござるしな。山脇殿の報告に任せて明日に備えるでござるよ。あなたが健やかに過ごされることを祈っています。情報収集も大事でござるな。前回探索の任に当たっていた丸山殿に拙者も話を聞きに行ってみるとするでござるか。天音殿の後を追うでござる。天音殿の足音はあっちでござるな。私がよりヒーローとなるストーリーはみんなをエネミーに。どうして慰めるように私の肩を叩いていったのでしょうか。天音殿の足音はあっちでござるな。天音殿の足音はあっちでござるな。なあ、キャッチボールしねえか。ち、またか。とりあえず発声練習くらいしといた方がええやろな。おうじゃ、今のうちにチロルにうちが入るような編集をするよう言うとっかな。天音殿発見、そして丸山殿も発見でござる。何やら深刻そうな雰囲気でござるな。そうか、 31C はあの研究施設に行っているのか。うむ、やはり気になるか。ああ、もしかして僕たちのしたことバレてしまったのか。お嬢様、弁護はお任せください。必ず減刑してみせます。無罪を勝ち取ってくれよ。案ずるな、バレている様子はない。そうか、よかった。しかしあの施設は謎が多いからな。僕たちはダクトを使って最下層まで一気に行ってしまったけど、まだ未踏のフロアがあるだろう。私もダクトからですが、お嬢様たちが立ち入っていないフロアを確認しております。うむ、そこに研究日誌が残されていると司令部は考えており、実際今日だけで研究日誌を6冊ほど回収した。僕らが見つけた日誌はキャンサーを使った実験だったが。キャンサーを使った実験？あの施設はそんな危険なことをしていたでござるか。神崎様、盗み聞きとは
感心しませんね。キャー、いつの間にでござる。神崎、お前いつから。柳、どうしよう、バレた。そうだ、記憶を飛ばせ。首の後ろを取ってするんだ。ご命令とあらば。落ち着け、丸山。神崎に何かあっては余計に怪しまれる。ここはわしの魔法薬で今日一日の記憶を。忍法煙玉。うわぁ、見えない、何も見えない。柳、おのれ神崎。忍者でよかったでござる。ここまで来れば安心なさるのは早計かと。また拙者の背後に。柳殿はまさか忍者でござるか。少しばかり優秀な執事でございます。逃げられる気がしないでござる。神崎様。いきなり頭を下げてどうしたでござるか。先ほどお聞きになった件、どうか内密にしていただきたく存じます。お嬢様にとってはとても大きな決断と成長をされた事柄なのです。安心するでござる。拙者は忍者、身は軽くとも口は固いでござるよ。感謝いたします。それでは失礼いたします。柳殿の身のこなし、やっぱり本当は忍者なのではないでござろうか。さて、そろそろ寮に戻るとするでござる。お、さつき殿、その荷物は何でござるか。明日お店に並べる商品です。セラフ部隊としての仕事とショップ店員、さつき殿はすごいでござるな。拙者も手伝うでござるよ。ではお言葉に甘えちゃいます。さつき殿、これはどこでござるか。奥の棚の上から2段目、左から2つ目です。ここでござるな。お、これはあっちの棚と。商品を的確に音もなく投げ入れているでござる。アーデルちゃん、一歩右に寄ってください。神業でござる。棚入れの神でござる。ショップ店員のたしなみです。拙者も負けてられないでござる。さつき殿、この商品はどこでござるか。それは手前の棚の一番下の右端です。ござる。アーデルちゃん、もういいですよ。あとは私がやります。申し訳ないでござる。拙者修行で投擲は得意なつもりだったでござるよ。いかにアーデルちゃんといえど手裏剣や苦内を投げるようにはいかないようですね。優しく諭してくれながらも棚入れの手が止まってないでござる。殿はどのようにしてその投擲術を身につけたのでござるか。ショップ店員のたしなみです。ショップ店員、恐ろしいでござる。結局棚入れの邪魔をしただけで終わったでござる。気持ちだけはありがたくいただきました。拙者の投擲、何が悪かったのでござろうか。アーデルちゃんの投擲は肩から動かしているせいで腕幅が大きいんです。肘から先だけを動かして手首にスナップを効かせると狙ったところへ投げられます。なるほど、次はそのアドバイスを生かして棚入れを手伝うでござるよ。さつき殿、遠慮します。
笑顔の拒否は胸が痛むでござる。こんな時間にキャロル殿、呼び出しですか？やあ、談話コーナーに来るようにとのことでござる。合いびきですか？なぜ軽く興奮しておる？映画舞台の集合でござるよ。行ってくるでござる。明日も任務があるんだから、あまり遅くならないようにしなさい。やあ。みんな揃ったわね。こんな時間に呼び出してなんなんや。まさかとは思うけど、今から映画撮るとか言わねえよな。うちは構わんぞ。むしろ夜は血がたぎるけぬ。つまらないことだったら殺すぞ。落ち着きなさい。あんたたちにプレゼント持ってきたのよ。プレゼントでござるか？ファレル！おぉ！ほんまか？私らの映画のファンか？そりゃええの！ふん、悪くないな。軍の検閲済みだけど、紛れもなく私たち宛てのファンレルよ。何通来たんだ？一通よ。なんや、もっとどっさり届いたんかと思うと。そがなこと言いすんな。この一通はうちらの最初の一通じゃと思えば愛おしゅう感じるじゃろ。人の思いを形にする手紙か。送り主からの礼を感じるな。キャロル殿、早速読むでござるよ。オーケー、ちょっと待ちなさい。はじめまして。映画とても面白かったです。勇気をもらいました。あー、これはケイツからの手紙ね。へえ、そういうのは嬉しいじゃねえか。展開的には子供は消しそうやったしな。たくさんのヒーローが活躍して感動しました。私もいつかヒーローになりたいと思いました。イエース！どうやら私に憧れたみたいね。いいから続きを読め。殺すぞ。ジェラシーはノーよ。特に忍者さんが好きです。大好きです。ん？拙者のことでござるか？ヒーローとはキャロル殿のことではないようでござるな。サイキックさんはとても重要な役割でかっこよかったです。見る目あるやないか。ヴィーナスさんの子猫に傘を差してあげるシーンは優しさに感動しました。当然のことをしとるだけじゃがの。ストロベリーさんとバイオレンスさんはドキドキしました。お幸せに。そして忍者さん最高です。また拙者に戻ってきたでござる。ドームでは忍者ごっこブームです。特にタイプ忍びの真似が流行っています。私も忍者さんのように赤いリボンをつけ始めました。気分は忍者です。かっこいいです。みんなもかっこいいと言ってくれます。また忍者さんで活躍する映画を見たいです。これからも頑張ってください。拙者注目されているでござるな。どうして私の名前が書かれていないの？一番活躍したのはキャプテンセラフィックよ。ファンにバリを向けるな、礼儀知らずが。死ね。
展開が強引な上に活躍のさせ方がはさどかったけど、子供っちゅんはちゃんと見とるもんやな。忍者は分かりやすいし子供受けもいいしな。もっと褒めていいでござるよ。笑顔また取ればよい。本気か。今度こそケースに響く私のヒーロープリを届けるわ。バリア司令官室に行くわよ。夜遅くに上官を訪ねるのは礼儀知らずだ。殺すぞ。映画撮ることには賛成なのかよ。子供が望んでいるのならそれに応えるのは当然だ。あんた口は悪いけどいいやつだな。ふん。拙者また目立つでござるよ。もっと人気者になるでござるよ。修行のせいで熟睡できない体になってしまったでござるな。これも闇に生きる忍びの宿命というやつでござるな。眠っていても人気者でござるな。桜庭殿は不安になるくらい静かでござる。息してるでござるよな。せっかくですから任務の行く末がどうなるか占ってみますか。あんたの占い 53% なんでしょ。どういう結果になってもあまり嬉しくないんだけど。まあまあ山脇殿、景気づけでござるよ。では31Cをめぐる星の導きを見させていただきます。見えました。これは神崎さんが拙者が神崎さんが運命の人と巡り合うでしょう。任務中に巡り合わなかったでござるな。運命の人、会えるのならあの人にもう一度会いたいでござるな。拙者の運命、あの忍者の人に。